今日は平治の乱です。平治の乱は保元の乱、平治の乱セットにして高校で授業するんですけど、保元の乱に比べて平治の乱の方がマイナーな事件だし、それから平治の乱の方が分かりにくい。なぜかというと、保元の乱は1日で決着がついているのに対して、平治の乱は前半部分と後半部分、二つのステージから成り立っているからです。では、平治の乱の前半部分を説明します。保元の乱の立役者であった信西は、後白河院政の中心人物として活躍していたんです。で、信西自体は、小五位、先の少納言という、低い官位しかないんですけど、この子供の年寄りになると13位3位まで上がってますから、信西一家はですね、保元の乱で成功したことによって、後白河院政の中心にのし上がってきていたことがわかります。で、この信西に対して、あいつ生意気やなぁと考えた人が2人いるんです。藤原の常宗と藤原の信頼です。藤原の常宗というのは、二条天皇の母の弟なので、二条天皇の外戚、二条天皇派です。信頼は後白河上皇派なんですけど、二人の共通点は、信西嫌やな、です。で、話がまとまって、信西倒そうということになりました。で、これは信西を倒すだけですから、保元の乱の時のように、大きな兵力を使う必要はない。信西の側には兵力はないわけだから、兵力のない信西を倒すだけのわずかな兵力があればいいと。で、信頼の配下に源義朝がいます。この二人は、かつて東国にいて、義朝が東国で勢力を伸ばしているときに、信頼が武蔵の国の知行国主だったんです。で、そういう関係で、信頼が主、義朝が従という関係で、義朝は信頼の支配下にありました。あ、年齢は義朝の方がずっと上です。だけども、上下の関係で言うと、信頼の方が主人だったんです。で、信頼は、信西クーデターに、武力が少しいるなと。で、信頼できる源義朝の武力を使おうということになった。そこで問題なのは、都において最大の武力を持っているのは義朝ではなくて清盛なんです。で、清盛が熊野詣に出かけるみたいなので、清盛が京都にいない時に義朝の武力だけで信西を倒そうという計画を立てた。で、1159年12月、平清盛が熊野詣に出発しました。チャンスが来たというわけで、藤原信頼と源義朝が立ち上がります。で、後白河上皇の三条殿を焼き討ちして、で、信西を倒そうとするんですけど、信西は逃げてしまいました。で、後白河上皇を確保して、で、これを二条天皇のいる内裏の方に連れて行きます。これで、藤原信頼、源義朝は、二条天皇と後白河上皇の両方を確保して、政権を取ったということになる。で、信西逃げたんですけど、追いかけて来られて、これは逃げきれんと覚悟して、自害しました。で、信西の首を取って、で、源王子をですね、信西倒したぞという
更新をしているところです。で、12月14日、二条天の後白河上皇を大代理に確保して、地獄、人事が行われます。で、この時に源の義朝は、下野守から播磨守に昇進しています。昇進播磨守というと、頭領としては一番上まで上がったと。この地獄で源義朝は、平清盛、太宰の第二のすぐ下、播磨守まで追いついたということになります。で、ここで終われば、信頼、義朝にとっては大勝利ということだったんですが、12月17日、平清盛が京都に帰ってきます。で、そこに内大臣の三条金則という人がやってきて、で、清盛を説得します。信頼とか義朝のああいうやり方を許していいのかと。で、清盛は迷ってました。どうしようと。でも金則がですね、清盛を説得します。二条天皇と後白河上皇を大代理から引き離す。で、信頼と義朝を孤立させると。で、天皇を確保するから、我々の側が官軍になる。で、信頼、義朝は俗軍になる。で、兵力は、義朝はわずかな兵力しか動員できていないから、というのはそれで十分だと思っているから、新勢を倒すには。京都にいる兵力は、清盛が率いている方が圧倒的に大きいんだから、で、しかも天皇を確保して、官軍になれば勝てるということを、三条金則が清盛を説得したんです。どのようにして二条天皇を大代理から脱出させて自分たちの側で確保するかということで、二人が作戦を練って、12月25日、二条天皇は大代理から六波羅への脱出に成功します。大代理から一人の女房、女性が実家に帰りますと言って、月謝に乗って出て行こうとしたと。ほんまかなと思って覗き込むんですけど、ああ、これ女性だわと言って通してしまったんですね。で、この女性が二条天皇でした。この頃のね、天皇は化粧をしています。で、まして、この二条天皇というのは、まだ若い天皇ですし、しかも鳥羽王家のプリンスですから、天皇らしくですね、きちっと化粧をしていたと思います。だから女性とですね、こう見間違う、まあこういうね、あの下々の武士から見ればね、天皇の顔なんか見たことないでしょうしね、うん、若い男性がきれいに化粧をすれば、それは女性と見間違うこともあるかなということで、二条天皇は脱出に成功します。で、三条金則ですけど、後白河上皇に対して、二条天皇は脱出されましたと、まあ、一言お知らせだけしました、お好きなようにと。で、後白河焦りますよね。これこのままですね、大代理の中にいたら、二条天皇派と後白河上皇派の戦いになってしまう。これはまずい。方言の乱の再現みたいになりますからね。これはまずいということで、後白河上皇は直ちに大代理を脱出して、仁和寺へ逃げてしまいました。で、気がつくと、大代理の中には、天皇も上皇もいなかったと。で、横浜に着いた二条天皇は、平清盛に反乱軍をやっつけなさいという宣旨を与えました。
これで多良の清盛側が官軍で、上皇も天皇もいなくなってしまった信頼、義朝側は賊軍ということになります。12月25日から26日にかけての動きです。三条金則と多良の清盛の作戦で、二条天皇が女官に化けて大内裏を脱出して六波羅に移ります。後白河上皇はこれはいかんということで仁和寺へ脱出しました。で、源光泰と源頼政なんですけど、この二人は鳥羽王家の武力 でこの頃の直接の主人は八条院です。で、八条院というのは二条天皇のお姉さんで、源光泰や源頼政は八条院二条天皇の家人なので、二条天皇が六波羅に移ってしまった以上、大内裏の中にとどまる意味はありません。で、主人である二条天皇の方に行ってしまいます。残ったのは藤原信頼と源義朝。で、どうするか。信頼はビビったんですけど、義朝はもうことここに至って戦うしかないじゃんということで、平清盛、平頼盛、源光泰、源頼政がいっぱいおるけど、でかつ二条天皇の戦辞も持ってるけど、官軍やけど、我々は少数でかつ独軍になってしまったけど、もう戦うしかないじゃんということで、源義朝は六波羅に向けて突撃します。で、奮戦したんですけど、やっぱり負けちゃいました。こう逃げていく源義朝です。義朝かな、これ頼朝かな。頼朝この時初陣だったそうです。だけど頼朝って平治の乱の前半で信頼、義朝が勝った後の耳目があって、その時に15位に官位をもらっています。だから彼ね、その後ね、伊豆に流されるんですけど、でもね、官位はもらったという前歴があるのでね。平治の乱というのは、藤原の信頼が自分の配下にある源義朝の武力を使って信西を倒そうとしたということなんですけど、もっと大きな意図があるんちゃうんかということについては説がいろいろあるんです。じゃあその中で少数派の説ですけど、発想としては面白いなと思う後白河上皇主役説というのを紹介したいと思います。ピンクに塗っているのが二条天皇派、緑の方が後白河上皇派です。で、後白河上皇、何を狙っているかというと、天皇には自分を起点にして子々孫々に好意を伝えていきたいという、これ皇統って言うんですけど、自分が皇統を作り出したい、自分が起点になって自分の子々孫々に好意を伝えていきたいという、なんかね、そういうね、願望があるんですって。鳥羽は、鳥羽から二条、そして鳥羽の娘の朱子、内親王と二条が結婚して、そしてここに皇太子ができて、鳥羽子供孫と好意を伝えていきたい、こういう小党を作りたいという、そういう思惑があった。鳥羽ってね、白河上皇あんまり好きじゃないんですよね。で、白河上皇は白河、堀川、鳥羽、崇徳と流れる
小刀を作ってたので、それをストックのとこ外して自分が起点になって獅子孫孫へという、これが鳥羽がね狙っている小刀なんです。猫白川はね、そうはさせないぞということで、後白河から自分の反発ばっかりするね、二条ではなくてね、鳥羽王家の方に行っちゃった二条ではなくてね、自分の影響下にある子供の方に好意を持っていきたい。後白河を起点とした小刀を作り出したいと。というね、そういう願望があったんや。それをするためには、1160年に自分の息子が出家する予定になっているので、そうなる前に決着をつけなあかんと。で、1159年に平治の乱が起きるんだという。後白河主役説です。あ、もちろんこれ定説ではありませんけどね、こういう説もあるということを紹介しておいて、元に戻りますが、で、平治の乱の結果、どうなったかなんですけど、平治の乱の前半で、信西が信頼と義朝によって殺されます。ところが、平治の乱の後半で、今度は三条金則が平の清盛と組んで巻き返して、藤原の信頼と源の義朝が命を落とします。さらに1160年に入って藤原の常宗が後白河上皇の怒りに触れて追放されてしまいます。で、8月三条金則が亡くなりました。で、そして1160年12月ビッグモインが崩御します。で、こうやって平治の乱の関係者は次々いなくなってしまった。残ったのは誰か。二条天皇と後白河上皇と平の清盛。で、こうして結果的にみんないなくなったことによって平の清盛の地位が上がっていった。で、1158年から1160年までは途中平治の乱を挟んで二条天皇の親政と後白河上皇の院政が並立していた時代です。ところが1161年二条天皇が怒って後白河上皇の院政を止めてしまいます。天皇が成長してある程度の年齢になって政治力判断力を持つようになると、親父何やったんやという形で院政を止めてしまうことができるという例ですね。でもね、通常はね、父親は子供に対して、上皇は天皇に対してそんなことさせないんですけどね。ただこの後白河上皇と二条天皇の場合は権威の点で圧倒的に二条天皇の方が上でした。というのは、後白河というのはね、ワンポイントリリーフの天皇で、もともと天皇になるべくしてなった人ではないんです。それに対してこの二条天皇というのは鳥羽王家の正当な後継者とみなされていましたから、貴族たちの間でも正当な天皇は二条天皇なんだと、後白河はワンポイントリリーフなんだと、どっちが権威あるかというと、それは二条天皇でしょうということなので、二条天皇が後白河は黙れと言えばですね、院政は止まってしまうんです。にしても、なんでそういうことを二条天皇が断行したかというと、理由が、1161年、後白河と
平の重子さんとの間に後の高倉天皇が生まれました。範人親王かな、生まれました。で、後白河はですね、自分の方に好意を持っていきたいんです。それで二条に対して皇太子まだ決まってないなと、皇太子いるやろと、高倉を皇太子にしたらどうやということを後白河が言い出したんです。二条天皇ね、切れました。何勝手なこと言うとんやと、親父はまだ子供生まれてませんけどね、なんかこれ若い、1161年というと19歳ですからね、まだ自分のとこに子供これからできるのに、何を自分の弟に皇太子をしようとしているんやと。でね、後白河には誤算があってね、重子さんと時子さんはこれ姉妹なんです。まあ異母姉妹ですけどね、一応平家の血が流れているんで、範人を皇太子にするといえば清盛が応援してくれると後白河思っとったんです。だけどね、そうはいかなかったんだよね。清盛は二条の方を支持していた。平清盛側から見てね、二条天皇の親政というのは非常にいいんです。というのは、二条天皇の乳母というのは平清盛時子夫婦なんです。乳母というのは後見人なんです。二条天皇の後見人は清盛なんです。で、次に清盛は自分の娘を、平森子さんを摂関家の元実と結婚させています。で、二条天皇の関白はこの絵元実なんです。で、若い二条天皇とこの絵元実、同い年の二条天皇とこの絵元実がコンビで政治をするということは、清盛から見ると自分が後見人になっている天皇と自分の娘婿が関白になって2人が一緒に政治をするんだから、いや、これは結構なことじゃないのというのが清盛の立場なんです。だから二条天皇がですね、もう後白河院政は停止だと言ったら、清盛はいや、いいんじゃないですかということで、その動きを支持した。清盛はこの時点で軍事力としては、河内源氏が平氏なんで負けたので、圧倒的に武家の世界は平家が抑えました。で、天皇家は自分が後見になって抑えました。で、摂関家は自分の娘婿なわけだから、軍事力と天皇と摂関を抑えたわけだから、これでいいと。清盛にとってね、この時代がね、一番幸せだったかもしれないです。で、清盛この後ね、政治ね、この若い2人に任せてね、で、神戸の方に行ってしまいます。で、彼はこの後、日宋貿易やろうと。そのためには、大和田の泊をね、整備して、今の神戸港ですね、神戸を拠点にして、中国と貿易するんやと。で、新しいですね、経済体制を日本に作るんや。私の余生はそれにかけるんや。そっちの方がよっぽど面白いわと。二条天皇、この絵元実がね、長生きすれば、清盛は神戸で経済を伸ばし、二条天皇と元実が協力して、京都で政治を行うと。これがね、清盛にとってはね、一番ね、幸せな時代だったかもしれないな。不幸なことに、二条天皇と元実が1165年、1166年に相次いで亡くなってしまって、後白河上皇が復活してきて、ややこしいことになるんですけど、ところで、この系図の中に八条院という女性が出てきますけど、この人、鳥羽法皇の娘で、鳥羽王家の財産は八条院が全部
受け継ぎました。で、この人ね、すごい権威と実力を持っています。専門家に聞いたらね、いや、もう八丈院はね、もうこの時期ね、抜群の実力者で、そんなん清盛とかね、後白河ぐらいではね、八丈院にはね、手も足も出ませんと。清盛は後白河だったら幽閉することができるけど、八丈院を閉じ込めてしまう、そんなことはね、できないそうです。この人、すごい実力あるんですね。でもね、で八丈院で気さくなおばさんらしくってね、服装もこだわらへんかったしね、それから自分のお付きの女官たちもね、まあ、服装なんかね、好きなもんでいいんじゃないですかっていう、そういうね、まあ、気楽な人だったらしいです。だけど、鳥羽王家のね、後継者ですからね、二条天皇の姉ということで、もう誰も手が出せないという女性だったらしいです。一方ね、この平野茂子さんね、この人ね、きっちりさんでね、もう服装もね、きちっとしててね、で、女官たちにもね、掃除、服装など、ちゃんとしなさいという人だったらしいです。でさっき、平野清盛って、最も幸せな時代は、この二条天皇の時代だったんじゃないかなって話してましたけど、平野清盛ってね、もう独裁政権とかなんとか言われてますけど、平野清盛が独裁政権になったかもしれないけど、それってね、1179年に後白河を幽閉した時からで、ほんの1年なんです。で、1181年には亡くなってしまうからね、年齢で言うともう62歳から63歳ぐらいの最後の1年ぐらいだけなんで、清盛ってそんなに日本の政治のトップに立ったわけではないですね。最後に常盤御前の話をしておきます。常盤御前で平治の乱で義朝が負けた後、幼い今若、音若、牛若を連れて、で逃げようとして捕まって大変苦労しましたってね、言うのがまあ、よく世間に広まってる説ですけど、まあ、江戸時代に書かれた絵ですけど、いや実はそんなことなくて、平治の乱というのは三位信頼などが仕掛けた、上層貴族が仕掛けた戦いに兵力として義朝が動員されたんだということは当時の上層部は理解していたので、義朝が主犯ではないわけだから、その子供たちまで命を取るという形での責任追及はしないと。だから源頼朝もね、母親の実家の熱田大宮寺家の、まあ、動きもあったとも言われてますけど、命助かってますもんね。で、嫡子の頼朝が命助かったということは、側室の今若や音若や牛若なんか、むしろね、ちゃんと保護して叱るべき処遇をしてやらないかんということだったようです。で、常盤さんなんですけど、彰子の一条長成と再婚しています。で、長成って男の子が常盤と名田にできたこの義成だけだったので、この子が後継ぎになりました。だから常盤って最後 C の貴族の正室で、自分の産んだ子供が3人になったんです。義朝の時代はね、義朝は最後 C でしたけど、まあ下級貴族で、で側室でしたけど、C の貴族の正室にして、子供は3人という。常盤さんって、もともと平民の生まれで、皇后帝子の雑誌名募集に応募して、で採用されて、美福門院と忠道の口利きで義朝の側室になって、で平治乱の後、
小子の一条長成の性質になって、子供は3位になったんだから、尻上がりに官位上がっているわけで、いい人生なんですね。最後ほど上がっていくという人生を送った人です。この牛若は後に義経になるんですけど、義経、奥州平泉の藤原秀衡のもとに行きましたけど、義経だってね、長成の養子になっててね、でこの今和高等和歌義経という三人兄弟は小子の貴族の養子ということで、しかるべきお寺に入ってるんですよ。義経鞍馬寺だったかな、頭二人もね、というのが一流のお寺にちゃんと入れてもらっています。だけど義経それには不満で奥州へ行くんですけど、で源義経はどういうつてをたどって奥州平泉の藤原の秀衡のもとに行くかというと、母親の時は御前が再婚した一条長成の母親の兄弟が藤原の元隆という人に嫁いでいて、その子供に忠隆という人がいて、その子供が信頼なんです。信頼というのは義朝と組んで平治の乱を引き起こした張本人です。ということで、さすがに信頼の身内もですね、京都におれなくなって、この弟なんです、藤原の元成、この人は平泉へ移りました。平泉に移っても京都の情報には大変詳しくて、というのは自分の妹が摂関家に嫁い で、近衛元道という清盛政権の時代の関白を生んでいます。ということで、この藤原元成は平泉へ行ったものの、京都のですね、情報ルートを握っていたんです。で、藤原元成の娘と藤原秀衡が結婚して、ここにおられたのが藤原康平です。ということで、義経は養父の長成のこの血縁関係をたどって、で藤原元成が藤原秀衡の政治顧問になっていたから、こういうルートをたどって藤原秀衡の元へ行ったと。牛若丸は金売り吉地かなに連れられて奥州平泉へ行きましたっていうのもね、よく聞いた話ですけど、いや、その裏にあるですね、こう人間関係をたどっていけば、やっぱりこう常磐さんというのはやっぱりいい家に再婚して、その嫁ぎ先のやっぱりこう養父の父親のこう力を使って、義経は平泉へ行ったんやなということがわかります。